Yeah!
Fight!
分はい。Sorry.
in. Round one, fight. Thank you.
Round 3, fight! Sonic Go! 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 Sonic Go!
こんばんは。今20メートル先から山本さんがこちらに向かって、はい、ほぼ山本さんが、あ、到着した。こんばんは、山本です。どうも。第149回式の細道ということでね、本日9名のね、9名のプレイヤーが集まっていただいておりますということで、はい、1試合目、1P 側さん、2P 側、土方さんということで、はい、キャラはもう事前にいただいてる2キャラですよね。はい、龍ザンギ、土方さんが龍なのかな、川島さんがザンギ。はい、きっちり開幕から見ていきたいと思います。珍しく、お、開幕台足、歩き台足、これは素晴らしい動きを見せた。この後ですよね、あと 2P マイクが、あ、はい、でも龍山儀お互い決定的なところは密着、ド密着じゃないとそんなにないのかなと。いや、お、あります。まあ、残儀側の飛びがギリギリ当たる間合いぐらいから読み合いが、まあ、その手前は特に何もないんですけど、ですよね、開いちゃうとそんなに、まあ龍が遠くから打つか打たないかぐらい。そうですよね、この感じですよね。そうですね、今の間合い届くところから一応龍は上も見なきゃいけないし、波動拳打ったらダメージもらうかもしれない、こういうことですね、はい、その手前で超速い決断の波動を打つと残儀は、まあ、とりあえずガード、今みたいにガードする。ああ、まずガードでいいですもんね。そうですね、まあ、それだと試合が動かないので残機が、まあ、とりあえず大パンが飛べば届くところまで、ね、ああ、ここですね、この前。おっと、今波動が漏れたのか。すごい近いと飛ばなくても残機は、うん、波動を見てからダブラリとかちょっと踏み込んでって弾いてみたりとか。あっ、あっ、あっ、得意の上が出なかった。プレッシャーがみくらいでしたね。そうですね。さあ、そしてエクスパーさんかな。ここでエクスパーさんの龍、また龍ザギか。なるほど。お、開幕した。今日は1周目に9分の5が龍ですね、はい、そんなに龍いるんですか、はい、1人 S 龍ですが、まあ、あ、それを 0.5 と数えるとちょうど半分龍ですね。そうですね。今から変えてもいいですか。どうですか。変えたい。いやいや、まあ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 、さあ、画面端、エクスパーさん独自の動きがやはりある。さあ、だがスクリュー一発圏内。おっと、出たマリオパンチタイク。おっと、これ残機、人によってはこう逆算してって最後スクリュー一発の体力までどうやって持っていくかを計算して、はい、やる人がいますね。なるほど。逆にあの、どんな場面からも光る人もいますからね。そうですね。何でもいいから体力半分ぐらいにして光るみたいな人もいますけど。そうですよね。さあ、直でピヨったぞ今。おっと、再びで、ループした。そうですね、今めくりボディ、直ラリアットでピヨったのはかなり美味しかったですね。ツイヒットになってました。なってました。お、なるほど。たまにですね、中足が早くキャンセルしすぎるとカラキャンダブラリーになったことがあって、はいはい、ああいう現象が起こるんですが。なるほど、なるほど。はい、通常に出すよりも早いんだ、カラキャンしている方が。いや、早くないですけど。あ、早くないですか。あ、早くないというか、う、中足が入った方が繋がりやすいですけど。あ、そういうことですね、はい、あ、違う、僕が言ってるのは、はい、ジャンプから、はい、何もせずダブラリー出すよりも、あ、何もなく出した方が早いです。あ、そうなんですね、はい、それはそれで使い道があって。そうですね、波動とか完全ダメですもんね、はい。あ、昇竜もいけんのかな、場合によっちゃ。例えば、
なんでしょうね、狙うのは相手がしゃがみくらいしてるけど中足つないじゃうとダブラリが届かない時とか直でラリアットにするっていうやり方。おっと今のは真空読みだと思われる。そうですね、真空読んで画面光んなかったけどとりあえず昇竜ミス、昇竜ミスでした。昇竜でも真空でもなく波動でしたからね。どっちしろどっちしろカバーしていた。さあまた竜、さあまた竜、この金子竜ですね。竜ばっかりですね今日ね。そうですね、最近ちょっと竜残機が流行ってますよね。流行ってるんでまだブームは去らず。さあこかして相打ち。さあ画面を押してるのは竜の方。さあ飛びから直スクリュー、しかも方向してローローだが内野縛られる。さあ踏み込み内野足ドンピシャで飛んでいると、ザンギの飛びは速いので内野足の空振りにも飛びが通るという。開幕おっとファイヤー重ね損ない。さあめくりはガード下がスクリュー、スクリューいった。おっと空振りからもう一回出た。さあちょっと近かった、ロースからのフライングパワーボム。さあこの体力は厳しい、長いミドルですね。さあ続いてヒロポンさん。さあここバルログなんですが、この後竜 S 竜剣なので、お卒業あるかありますね。一番最後にガエルが控えてますが、あったまった宣言してますけど、ね、さあ爪にダブラリ。このあったまったはですね、あの純粋な意味で、なるほど、あの来たばっかりで手が冷えてたんですが、外気がね、はい、マイナス何度とかですよね今日ね。最低は寒いですね。さあ置き爪にダブラリ、相打ち狙い、ガイルみたいなローキックですが、相打ち相打ち、おっともんだ、これはストマック、相打ち1回でよくなるとさすがにバルログもそうですね。左足おっと今惜しかった感じ、スライディング、スライディング、ゴロ重ねはまずい。おっ中段、さあ投げ勝つがゴロ重ね、今度は当たる、より位置になってしまった。ダブラリ出したが硬い硬い、さあ厳しい、おっとダイエット作る、ダイエット狙ってましたね、かなりですね、かなりガードしてたので。今のは確かにバルログバックジャンプするか立ち台形出すかぐらい。さあ今両替している方が山本さんの番ですね。山本さんも竜、今日川島さん当たり引きましたね。さあエロテープガイルまであと3人、フラッパーで走る、ダイヤシ画面端で、さあ重ね、ここはローダイヤシで無理しなくても端から逃がさなければザンギは別に OK。 さあちょっとずつ画面を押し返している、噛みついてちゃんと勝機出している。さあいや今のは早かったんじゃなくて川渋さんがちゃんとしゃがんでましたね。いや中盤はしゃがむと当たりません。さあ知識の差で川渋が見、さあ安全ですね。とこれは逆に投げたのはクレバーな選択、ここを抜けるのはザンギも容易ではない。さあ無理しない、無理しない、おっと大足1回体力追いついて、さあ中盤どうする、真空は読まれてた。さあセロガイルまであと2人ですね。そう簡単にぐるぐる回さないですよね。
なかなかですね。なかなかです。真空持ってるんで。そうですよね。どっちかというとザンギは真空さえもらわなければみたいな感じになりがちですね。そうですよね。さあ S 流。S 流は流線といろいろ違うところがあるんですが、通常技が減る。そうですね。竜が完全無敵。竜巻の対処がちょっと難しい。波動がちょっと早い。などなど。空対空が異常なんですよね。異常ですね。X 竜に比べると。ですね。おっと、リバーサル波動拳に飛んでいた。さあ、ピョリチ。そこで飛べるのはなかなかの強ハート。そう、あの対処が難しいんですよね、リバーサル逆竜巻の。あー、なるほど、短いですからね。そうです、すぐ落ちちゃうんで。おっと、タッチアッパーになってしまった。空振りからのスクリュー。さあ、全員抜きまであと2人ですね。そうですね、あとディオンさんですね、次。さあ、お、リオさん剣最近結構やってますよね。さあ、ジャンプ台パンからフラパー、端まで運んで、おっと、ねじ込んだ。さあ、体力追い越したぞ。波動にダブルが当たる。ガッ、おっと、逃げ切った。無理やり逃げたが、かわしも相打ちモード。大昇龍きっちり落として、めくりはガード。おっと、チョップで落ちた。熱波打ったが、これはダブラリー。重ね読みですかね。さあ、剣でザンギからダメージ取ろうと思ったら、まあ一番いい近づき方は大パン空達なんですけど、大パン、ジャンプ大パン空達ですね。はい、あれはちゃんと出すとザンギもガードしかないみたいな状況になって、削りながらタクを仕掛けられる状況。なるほど、その後が有利ですね、かなり。そうですね、ヒットしてれば大足までですし。さあ、ミドル、ミドルで、ミドル長い、勝ったのは川島。さあ、さあ最後の全員抜きまであと1人。さあ、最後のプレイヤーはセロテープさんのガイル。ガイルなの？ガイルだ、本当にガイルだ。これを倒せば卒業だが、終わったか。まだあるか。まだあった。あー、終わったのかな。終わっちゃったのかな。そうですね、いつもやられて嫌なことをやり返さないと。お、ダブラリーが出てないぞ。サマー打たないでしょ、多分。そこは打つ人いないでしょ。さあ、1回目いったが、こっからが気まずいぞ。危ないところきっちり守って、ダブルサマー削り切ったのか。なるほど、開幕は飛ばれてしまった。おっと、上が出てないぞ。危ないところ、危ないところ。画面端で2回飛んできた。しかし、おっ、スクリューで、バニシからスクリューで、コンボと。無事卒業。もうクレジットないです。もうクレジットないです。卒業、あっさり卒業。
卒業は残儀出禁はひどいな。ちょっとはい、ちょっと待ってくださいね。はい、ドカタさんとエクスパーさんですよね。カワシムさんは一番ケツに入れましたね。え、なになに。さあ、お互い色が被らない同士。ワンピーガーがオレンジの竜のエクスパさん、ツーピーガーが、ドカタさん竜。これ意外と多分2人ともやってる組み合わせですね。お互いやってる。うーん、ダイゴスの後なんか欲しい。ダイゴス昇竜とかもつながりますからね、多分。真空出し合って、お、なんか起きてましたね。なんか起きてましたね。いい感じですね。仲良しさんですね、2人はどうやら。結構。そうですね。あれもうちょい距離があると両方球が消えたりするんですが。そうですよね。両方食らうはちょっとね、珍しい。なかなかちょっとサーカスプレイですね。ダイゴスの後は確かに昇竜つながりますね。そうですよね。あと出の早い技もつながるんで、まあ2ヒット5個っていい音がするんで確認したいところですね。さあ、これはさすがに、あーっと出してしまった。今引っ掛けでしたよね、完全に罠にはまった。さあ続いて金子さんかな。さあ金子さんの DJ、 金子 DJ。 ジャックメクリアガード、これ竜は波動をバカバカ打っちゃっていいですからね。ある程度、ある程度なんですけど、これもやっぱりある程度なんですけど、全部の組み合わせがそうなんですけど、相手の飛びが波動を切れるとこまで来たらっていうことですね。そうなんですよね。で DJ は実はその割と蹴りやすい、うんうんうん、蹴りやすいというか、飛んでいて足を伸ばさないと今度は龍河が対空難しい前があるんで。そうですね、昇竜が届かない前がありますよね、はい、で台形の先っぽで飛んどいて、おっと打ってねえぞこいつと思ったらば足を伸ばさないという手もある。そうですよね。さあ今めくりまで行ったんですが、ガードされるとちょっと体力と時間の兼ね合いで、はいはいはい、ですね。このぐらいの前で、もう回収よりちょっと遠いぐらいの前でももう DJ 足届くんで。そうなんですよね、軌道といい、そうです、判定といい、すごいいいんですよね、そうなんですね、相性が。そして足払い対空もちょっと難しくなるので、まあでもあの距離だともらっても一発なんですけどね。一発なんですけど結構まあ、さあパンチで飛び込んで投げて前を離したが、ね、体力リードは DJ。 こうなっちゃうと、あーちょっと待って、中足払い。そうですね、あの距離竜側は思い切って波動を打つか、ちょっと中足中パンかなんか置いてみるかの間合いですが、今のは金子さんが一枚上手でした ね、 そうですね。垂直ジャンプ勝利見てましたからね。さあ今回は竜側が硬い動きで端まで持っていって、いい鳥かご。さあこれは厳しいぞ。さあ間が空いたのでなんとかしたいが、まだ壁端は出られない。竜側は転ぶのが最悪、転ばなければ。すごい全身ガードがすごいですよ。そうですね。さあ30秒を使えれば相手を殺す必要。さあ転んで、おーっと、昇竜出させたんですが、投げに行ってから投げた、ね、歩き投げに行ったところに。
さあ入っていくのがヒロポンさんのバイソン。エクスパーさんはバイソン戦はどうなんだ。バイソン戦は、そうですね、2回転さんにかなり苦戦してるらしいんですが、それ以外ですよね、やる気はあるんですけれども、まだちょっとバイソン戦の、スパーさんの割とこうのらりくらり的な動きがあんまりバイソンには機能しないという。なるほど。だからこの試合は綺麗に運んでいる。おっと、竜巻で削った感じですよね、今で。そうですね、今ガードもできないので、通常はちょっと落とされてもおかしくないようなあれなんですが、体力リードで相手がもう波動もガードできないって状況だと、ああいう技も機能しますね。そうですね。さあ逆に受けて脱出、落とされて、おっと、つながってないがいい連携ですね、今のは。そうですね、落ちて、なかなかいいヘリしますよね。さあ2発ガードさせて、怪しいガードが、落ちて裏から真空は使わせる。さあ異様にオーバーが少ないですね。ちょっと波動が多いんですかね、嫌なところに。あとあれですね、歩いて距離詰めようとしてますね、ヒロポンさんは。そうですね、それ溜めなくなるんでどうなのか分かんないですけどね、自分。あっ、さあ1回出させて、2発いった。さあヒロポンさん勝利。じゃあ川島です。どうも、山本さんが出番なんで、山本さんが、チュンリーですね、ピーのチュンリー、ヒロポンバイソン、チュンリー戦はどうですかね。バイソン側が結構めんどくさそうなイメージあるんですけど、まあでもそんなに一方的な試合にはね、ならないことが多いですけど、さあしっかりガードして、さあ画面端に行っているが、チュンリーはすぐ抜ける。背中切りした、下が投げ、えいっと、さあいい飛び、ああ弾の処理ですよね。さあ100列対空、あれ強いんだ、ゲージも立ってしまって、もうめんどくさい。バイソン側はまだ溜まっていないかな。ガードして、ない、あ、投げが減る。死んだ、やはり投げキャラ強い、減る減る。さあ続いてスー君ですね、スーダルシム。さあほぼ山本チュンリー対スーダルシム。ダルシムチュンリーはね、ダルシムがちょっと難しいカードですけど、そうですね、まあ大幅に不利ってわけではないんで、まあいい勝負になるかなと。落としにくいチュンリーの飛びをきっちり落とせるかどうかと。さあ山本さんいいですね、あのドリルをちゃんとコパンで落とします。そうですね、ドリルガードしちゃうと割とダルシムペースになってしまったりもするので。そうガードして、あー見てから食らってしまった。さあしかし分かんない、踏みつけ、踏みつけてある。山本さんは今痛いインフェルノ食らったんですがね、最後なんとか上からかぶせることができましたね。さあファイヤー燃えて、ここは股間から台形、おうまい、おっと、さあ画面端はきついぞチュンリー。さ
さあ逃げたが投げて先生が敗しちゃった。ここは背中蹴りを読まれてましたね。高い幕構えを詰めていく。中盤から逃がさない。天章投げに行ったところ天章投げて、さあバックジャンプ中継で投げ返しを拒否。乗り切ってインテルのまともにもらう。ここは読み勝ったスーダルシム。やっぱねチュンリー、さすがにチュンリーでもね画面端に追いやられるとね結構きついんですね。いやかなりいい動きでしたよ山本さん。本当ですか。まあ最後ね画面端に行ってしまったんでおもらしちゃいましたね。きつくなっちゃいますけど。さあディオンさんありがとうございます。ディオンさんの、あれですね間違えたんですね。間違えフォーク、S フォーク、 S ができなかったのかな。間違えクレア補充してあげれる感じですよね。ダルシムのドリルが減らない減らない。とねダルシムのドリルってね減らないとき減らないですよね。削りと同じぐらいしか減らない。2ドットとかしか減らないときあるんで、ね、当たってんだよねみたいなドリルですよね。最後だからね、あと一発でドリルで死んだと思うと相手死んでなくて逆に殺されるとか結構ある。さあディオンさん S ホークですね。さあダルシム S ホークはね S ホークワンチャンで殺せれば、そうですよね、チャンスはあります。なんといってもしゃがみ台系が速いのと、あとはあのジャンプダイパンですね。あれが強い。あのジャンプライパンと昇竜を食らうとピヨります。ダルシムほぼほぼピヨります。お、ただファイヤーモードが完璧すぎるぞ。さあ結構いろんな技ペチペチ食らっちゃいましたね。そこねフォーク側はね、まあ、体力、まあ、あんま関係自分の体力ねあんま関係ないですけど、まあ、死ぬまでには触りたいなというさあこの状態ですね。1ラウンド取られた状態の S フォーク、さあ超硬くなってるんで、そして攻撃力上がってます。さあワンチャンでジャンプダイパンから昇竜でピヨればめくりから1回で死ぬ可能性もある。なるほど、ダルシムだと2発でピヨる可能性がある。そうジャンプダイパン大昇竜でピヨって、あっとおっと逆にここはスー君が結構伸ばした1枚上手でしたね、伸ばした手足、まあ、置いてある感じでしたけどね。お、スロテフさんか。さあセロさん、あ次俺か。スーさん2キャラ目なんでしたっけ。セロさんはザンギ。さあザンギダルシムね、これザンギきついですけど、まあ 、はい、夢ありますよね。そうですね、うん、ワンチャンあります。まあ S ホークよりはちょっと劣るかなって感じですけど、まあ1回こかせば、あとはザンギのスペシャリストとして、技を見せてほしいですね。すみません、おー、ここはコパントロックが届かない。うわーっと大系ですね。そっかー、そうですね、リバーサルでモロぐらいしちゃうときついですね今の。さあどっかで足を当てるか、飛び落としたい。さあ溶けた、やばい距離だこれ。死んだか、終わったか、まあ、死んだ。2ラウンド目なんでね。さあなんとか取り返して、さあ開幕どうしようと騒いでます。さあ飛んでみたが、お互い飛んでた、何もない。さああのジャックファイヤーがきつい。ジャックファイヤーしゃがみ中盤。さあ飛びは相打ち。さあもう飛ぶしかないっすね、ザンギね。あっと今走ったがちょっと読み間違えたか、より1位、体力もない。あーこれはもう死亡ですね。もうですね今流れに身を任せて飛びましたね最後。さあここで川島 DJ、 いやいやセカンド、さあ
また。これ DJ は近づくの辛いのか？近づく必要もないが、あっとピュッてる。いや、結構近づくの辛いですよ。これも明らかにガイル、ガイル、そうか。ガイルほどではないです。うん、ガイルダルシムの流れと思えばいい、ね、近いんですけども、DJ の方がいいとこ、ガイルよりは全然いけてます。ですよね。はい、はい。まずめくりから一発で殺せる可能性がある。あと転ばせる数がそこそこ多い。それから、ちょっと近い場合で、スラキャンジャックとかで中途半端なものを置かれたりする。はいはい、シャガパンにジャクソバットが当たるとかいろいろあるんですよ。あー、ネタ的なのか。ネタというか、ちゃんとあのダルシム側にリスクを負わせる行動が取れる。ガイルはないんですよ。あー、まあ、行ってる間に負けちゃったんで、あれなんですけど。なるほど。さあ、スーさんが連勝中。土方先生、ドカピョンがね、ドカピョンがさあ、これぐらいファイヤーモードがしっかりしているスーさんのダルシムにリュウはちょっときついかもしれないが、野方さんの全部を出し切ればなくもない。ああ、そうですね、だからスーさんとカシムさんってことで。あ、なるほど、2勝3位。なるほど。争っているんですね。まだまだありますからね。あ、スーさんも全立てしないといけないっつってる。生真空。もう一度一先ずつでいいんじゃないですか。さあ竜巻、あ、波動が漏れたが、これはもう良くないですね。良くない状況だぞ。ですよね。はい、続いて金子さんなのかな。はい、金子さん。選んだのは DJ、 ニュー DJ なんで両方ともちょっと知らないとダルシム戦はきつい組み合わせ。こういうことっすよね。あれ、ダルシム倒せるキャラいるのか。まあ、バイソンなりシュンリーなり、まあ、ちょっとチュンリーはもやられてるんでしたっけ。もうすでに死んでます。なので、あとリュウと、あ、ヒロポンバルログがあります。そうですね、ヒロポンさんのキャラ両方とも逃げてる感じ。そうですね、ちょっとエクスパーさんは両方理由なのかって、ね、そうですね。ただ、まあ、本人そこまで私も苦手にしてるイメージはないので。そうですね、大事に行くところ。そうですね、綺麗な立ち回りでダルシム倒すのはなんか、おっと余計なことをしてしまった。あーっとめくられた。ちょっと最後投げちゃおうと思ったかな。見逃さなかったっす ね、 ですね、金子 DJ。 さあ、金子さんとりあえずソニックでいつも鳴らした感じでエアスラが早いので。そうですよね、ま、当然タメの飛び道具のキャラクターはまずとりあえず基本遠まで打ち負けないっていうのが第一条件なので、それがないともう
ぐらいの間合いで打ち合って打ち負けてるようだと、もうちょっと、さあスラタイク、さあ1回飛びが通れば体力的に感じ、さあ今の染まったとかですね、いいですね今のね、ダルシムの暴れ行動を借りるので、さあインヘルの3発か4発だ、こうなるとさすがに厳しい、おっと今チョップが置いてありましたね、ダルシムが無理することないんで、さあ打ち合う、掴まれて、バックジャンプ避けているんですが、ラストファイヤーとかガード安定以外ないですもんね。あ、ただ DJ もゲージが溜まると結構このぐらいの場合から手足伸ばしたところに、そうですね、うん、ここもガイルとまたかなり違うところで、横突進的スパコンがあると全部入っちゃうときありますよね。そうですね、私のクレアも結構でかいんで、さあ、スーダルシム勝利。さあエクスパさん、エクスパさん、さあ続いてエキスパさんの龍戦は絶対やってますからね、ダルシムね。そうですね、でもファンタジスタと言われるね、やっぱ人ですからね、片や龍、ね、も不利は不利なんですけど、はい、ダルシム側にやることが十分ある、まあ、弾がきちんと打ち合えるのと、まあ、竜巻で弱ファイヤーにリスクを押せることができる、 そして何より真空溜まってしまうと弱ファイヤーも打ちにくい、そう、あ、この謎の竜巻型ですね。そうですね、知らなかったのか。ダルシム側も綺麗に落とそうと思うと、なんか一回ガードしてとかちょっとめんどくさいんですよね。ああ、なるほど、スラスラくぐりで、ガードしてからお釣り入れる、そうですね、そうですね、これでちょっとおっと、伸ばした手足にも一応昇竜も当たったりするし、当てていく、真空で削って、そうですね、これ使ってしまうのがいいのか悪いのかまた今ちょっとわからないんですが、できれば当てたい、当てたいし、ね、持った状態でファイヤーを打てなくして立ち回るという、うんうん、そうですよね、はい、ダルシム側からするともうガードで済むならばもう同じなんですよね、うん、おっと遠い前から飛んだぞ、さあおっとファイヤー一気に近づいてきた、甘えを許さない立ち回りで、おっと刈り取った、完璧だった、さあスーダルシム勝利、最後のプレイヤーかな、ヒロモンさん、これで皆さんスーさんのダルシムと当たったことになるんですが、大丈夫ですかね、あ、お金入れなくていい、あー入れちゃいました、はいはい、さあ選んだのはバイソン、バイソンだった、これはあれですね、意外ですね、そうですね、バルログ行くかと思いました、ね、本人の慣れの問題とかもあるんで、なるほど、どちらの方がいけるかはまた一概に、でもダルシムからすると絶対バルログの方が嫌な気がするんですけど、うーん、そうですね、そうなんでしょうね、まあ、不条理な死に方があるのはバルログだと思うんですけれども、ね、予想外の死に方が、さあ1ラウンド先制していく、ファイヤーモードがやばいぞ、さあジャックファイヤーの使い方はなかなかいい、おわおわいった、さ あ投げだ、これでスーダルシムも卒業、卒業同士、さあ2人目の卒業、さあじゃあどうします、えでも卒業同士だから3位やります、
1位タイだから。ファイナルいっちゃいます？いいっすか？いいっすか？ファイナルで。ファイナル。じゃあ、ファイナルということで、両方卒業なんで、カワシムザンギ対、あ、タイムリミットね。Thank you. See you. カワシムダルシムとスー、あ、ごめんなさい。カワシムザンギとスーダルシムと。これで、イーブンの3先やればいいんですよね。はい。の、サイドは、サイド変える。お、余裕を見せた。ザンギだから。ザンギ最強なんでね。椅子があったかい。それあったかくもなるでしょう。ずっと座ってるわけだから。じゃあすいません、決勝はスーダルシム 1P 側、カシムザンギ 2P 側ということで3先でお願いします。3先です。今回ねお互い卒業で一周しちゃったんで、あれがないです。どっちがリードとかないです。とりあえず普通の3先で決勝してもらいます。さあこれはまともにやれば当然ダルシムなんですが、はい、ダルシム側もね1回のダウンからちょっとドキドキが始まるんで、そうですね、さあダイエットさあドキドキタイム始まった。あそこでおっとしっかり重ねて、これはまずいぞ。積み重ねたものがね1回のダウンで失われたりすることもあるんで、そうっすよね、10割いかれちゃいますね。そしてダルシムの攻撃力、ザンギの防御力だと倒しきるまで時間がかかるんで、ダルシム側もね集中切らさないのがなかなか大変。なるほど、はい、ザンギのジャンプも早いんで今みたいな、あーそっかですね。結局ダルシムが勝つパターンだと時間がかかるんですよね。かかります。そういうことですよね。そうです。こんだけ一方的に攻めていてももうね、一回コンボが入ってバンバンバンとかそういうんじゃないので、さあドキドキタイム、さあ来たぞ。最後はなんとかごちゃったが、しゃがみパンチ的なもので落としたっぽいかな。最後いやタチパン、タチでしたね。相手ですね。しゃがみ中パンとかも強いんですが、さあ、あいい力。さあ橋追い詰めてるが、これはん、これはダルシム結構。後ろに陣地があるんでバックジャンプができるというのは結構大きい。しかしなかなかとどめがさずに、やっぱそうですね、まずはスーダルシム時間を使っちゃうんですね。ダルシムが勝つということはそれだけ、うん、これはちょっと時間的にめんどくさい。まず1試合目は、スーさんのダルシムということ、これは確かに神経使いますね。そうなんですよね。なるほどですね。ザンギはジャンプが低くて下に強い技があったり、さあしかも触ってしまうとここまで、いやーそういうことかって感じですね。走ったスクリューの後普通に前ジャンプするとダルシム側のショーパンチが間に合ってしまうので続かないんですね。そこでザンギ側が少し工夫する必要があるんです。あーなるほどなるほど、はい、直ではめに行くのは無理なんですよね。なんかを考えないといけない、はい、しかしゼロドット。ダルシム側は落ち着いて飛ぶのか地上から技を重ねるのかを見ないといけない。見てからってことですね、相手の。そうですね、見てから行動できるんですね。これもあんまり画面の端まで持っていくとダルシム下がった方がいいケースもあるんですね。スクリュー食らった時にザンギが壁に引っかかると次のハメが継続するので、今のチョップあれがちゃんと出てると大丈夫。そうですね。おっとこれはいったぞ。さあリーチがかかってしまう。さあ2試合目もスーさん
いや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 、色が悪い、色が悪い。さあ、あこっから奇跡の逆算立てはあるのか。落ち着いている。そう、あのダイエットを通さないこと、そして最低相打ちを取ること。さあ端まで持ってきて投げ返し、これはでかい。ん、入れ替わった。かなりでかいですね。陣地が取れて、しかもハメが継続しないという。さあ痛いファイヤーもらう。シャナーパンが出て台足。さあだがもう相打ちもできないぞ。あーっと、今カラジャンスクリュー入ったっぽい距離でしたね。そうですね、体力も上がってましたが、バニシングでしたね。ちょっと色が悪かったか。色悪い。セロテープリスペクトでバニシングが出てしまう。チョップ、あのチョップが出てるうちは大丈夫。さあ上から、おっと、さあ無理やり引き離した。カワシムからすると勝ちを逃した感じ。もうスクール一発なんで、もうねダイエットをかなり警戒しないといけないんですよ。あー、下、さあファイヤー出る前に掴んでましたね。そうですね、ファイヤーを避けるような。ダイヤシ、開幕ダイヤシかなり美味しい。さあ端に引っかかるぞ。そう、あれ重ならないんですよ。重ならないからチョップが出る。はい、さあノーマルチョップ落としはちょっとね、安定感ありますからね。さあまた上からいった。無理やりガードさせていってみた。さあ必死でもんで、テレポは出たが、テレポ追っかけた。さあかわしむ、逆転の1勝目。3試合目は川島さんの残儀ってことですね。はい、 2-1。 そうなんですよ、3先なんですよこれ。そうですね、残念ながら4ラウンド事故らせないといけない。もう自分を褒めてあげたいレベルの ね頑張りでしたね。さあ開幕、あのしゃがみパンチがマジきつい、本当にきつい。あ、なんか対空させなくてもいいっぽいのね。あれは地上でガードでも十分なんですよ。そうなんですよね。はい、いやらしいこと考えますね皆さんね。あれそうですね、僕が最初にやられたのは鈴鹿さんだったんですけど、まあどうにもならんかったですね。ああ、あれ用のダイエットが一応なくはないんですが。さあ置いてある。伸ばしてあった。優勝に、そう、置き、さあ、立ち中継、立ち台系が置いてあるのも結構めんどくさい。フラッパー、さあ、こっから読み勝った。ちょっと遠かった。吸ってないが、上から。さあ、こっからでも負けられるぞ、これ。ゼロドットですけど、一ドットあるのかな？厳しいっすね、さっきの展開だと。ファイヤーモード継続中。あれ連キャンジャンプなんですね、あれ。そうですね、連キャンジャンプとかもしてるんですが、さあ、あっと当たってる。伸ばした、手先に当てた、諦めずに。あ、意外とあるんですよね、手の先当たり判定が。そうですね、さあ行ったぞ。壁端引っかかって、これは死ねる距離。あっと、これはまずいぞ。ミスらない、ハメだ、ミスらない。あっと終わったか。さあ、いやー、取り返す。4試合目、4試合目カシムザンギーと、これ最後になっちゃいますよ。最後の試合ですよ。さあこの色は、あ、この色大丈夫ですか。これは確か相手がピオルとインフェルノが出ない色ですね。ですよね。さあこれまずくないですかね、色ね。まあ、結果が全てだと思うんで、頑張ってもらいたい。さあ、捕まったぞ。選んだ色が高め。これは重なる。おっと、おっと、割った。しかし、持っていかれた。先にリーチをかけたのは、なんと川島さんに、川島さんに生田の相手のリーチをかいくぐって、ここで初めて川島に先にリーチがかかる。逆転的なやつですよね。さあ
ああなっちゃうとやっぱダルシムダメなんすね。さあそうですね、端まで持っていかれるとさすがにちょっと。おっとバニシーが重なってない。ここですね、あそこでファイヤーとか打たずにお前どうせ飛ぶしかねえんだろと。それ読まれてる感じですよね。さあ取り返しそう。さあお互いリーチ。さすがにね、弾きスクリューで吸うのもなかなか難しいですし、ガードしてれば打撃は食らわないので、はい、そうなるとやっぱりザンギ側はなんだかんだどっかで飛んだりしないといけないんですね。おっとスライディング、菅体育が間に合わず。さあ読み勝って、あっとテレポで逃げたが、できんかわしむザンギ。ここでかわしむザンギ勝利、おめでとうございます。うそー、スラ対空が負けたのが痛かったですね。最後日本選手あれスラ入ると大足まで入ってかなり状況やばいんですが、いやーびっくりしましたね。おめでとうございます。さあまさかの逆三立て、はい、完全にできんですね。お願いします。かなりできん案件ですね。すいません、川島です。どうも。いやー、ザンギね、強いっすね、このキャラね。いけてますね、これね。これ最強じゃないですか。ちょっとダルシムでは止めるの難しかったが。いや、やっぱね、色ですね、色が良かった。うん、色がね、いいっすね、この緑ね。なんとも言えない力強い感じがありますね。それに比べて、スーさんがちょっと最後白くしちゃったのがね。あー、そうですね、2回ぐらいね、なんか読み間違えてましたよね。そうですね、読み間違いもあったし。あとはファイヤーの打ち方がね、ちょっと俺が途中からもう読み出したんで。なるほど。あのタイミングをちょっとずらすだけで多分これは勝てない。打つと見せかけて打たない的なだけでも。あとは超を食らせて打つ、オガファイヤーオガファイヤーとかやると残念何もできない。さあそんなわけで、優勝は川島さん、おめでとうございます。はい、どうも。な感じですかね。今週は何かありましたっけ。え、小物道ラッシュも一段落したんで、なんか普通の大山さん、西日暮里さん、僕あんまスケジュール把握してないんですけれども、今週2週目なんで、はい、明日の土曜日はバーサスなんですが、明日バーサス、はい、あれですよね、2回転さんが体調不良とかで、なるほど、インフルかもみたいな、やるのかやらないのか感じですよね。なのか違うのかみたいな、よくわかんない状態ではありますが、はい、一応やるんじゃないですかね。あ、その辺、あの皆さんご自分でインターネット的なところで調べて。そうですね、はい、で日曜日もあるはずなんですよね、第2日曜。ほうほうほう、ぐらいかな、くらいかな。深谷、はい、深谷は来週ですね。来週ですか、はい、16だったはずですね。さあそうすると特にない感じですかね。なんかどっかで、はい、あれですよね、よく考えたら土日で月曜平日で火曜また祭日ですよね。お、これまたバーサスが混むパターン。バーサス、そうっす、火曜日の祭日というパターンですよね。まあどうなんでしょうね、ちょっと寒いから外出るの嫌な感じもしますけど、ね、寒いのプラスちょっとね、物騒というか、あーニョロニョロ的なね、ニョロニョロ的なウイルスが、はい、あれですよね、比較的近所の病院にいるとかいないとかいう話ですよね。なんかあれですよね、この界隈の某国立病院に。ですね、ちょっとニュースなんか見ていて近いところの話題が出ると、うん、おってあれあれと思って、知ってるぞここみたいなところですよね。はい、いや気をつけていただきたい、手洗いうがい、マスク、そうですね、アルコール消毒ちゃんと有効らしいので、そうですね、はい、ガセネタをね信じないように信じないように、はい、以上ですかね。そんなもんですね。じゃあ、はい、まあこんなわけで第149回式の花道優勝は、はい、川島さん、ザンギでした。デキンザンギでした。デキン、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。あ、来次回150回なんですね。そうですね、150回、まあ特に多分特別なことはしないと思いますが、150回、そうですね、はい、はい、人がいっぱい来るといいな。そうですね、なわけでぜひお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。